さあ、ユニクロ誕生感謝祭。さあ、僕はあれを買いました。カシミヤセーターです。さあ、どうぞ。カシミヤセーター。ここに、カシミヤ 100% のタグがありますね。これぞカシミヤセーターです。さあ、肌触り。なかなかの厚みを感じますね。これは色はネイビーですね。さあ、書いてあります。カシミヤ 100% ですね。うん。さすがに何かこう肌触りは良いです。さあ、どんな感じに見えますでしょうか、皆さん。サイズは L サイズ、ネイビーを購入しました。うん。非常にいいですね。一体、でもその何がカシミヤなのか、カシミヤとは一体何なのかというのは僕はひどくわかりません。例えば、ユニクロからはメリノウールセーターも出ていますね。さあ、これです。さあ、どうでしょうか、比較してみて。メリノウールとカシミヤ。さあ、一体見た目にどう違うでしょうか。わかりましょうかね。まあ一応この厚みは違いますよね。厚みはカシミヤセーターの方が厚いです、若干。厚みがあって。まあでもこれも一応メリノウール 100% でね、こっちもウール 100% 同士なんですが、まあ値段は、だいぶ違うと。5倍、4倍か5倍ぐらい違うと。元の値段は。ということで、まあその、このクルネックセーター。そしてもう一個。さあ V ネックセーターです。V ネックセーターも買いました。こちらは XL サイズ。なぜ XL サイズかというと、僕この V ネック下にシャツを着たかったからなんですね。だからまあ V ネックなんですね。これはカシミヤ 100% のこれ、なってますね。これはメリノウールじゃないですよ。カシミヤですからね。はい。XL サイズですね。グレー。まあグレーとね、ネイビーということでね、まあその男としてそれ派手な色をしないと。こう地味、地味にこう決めて、落ち着いた色で決めるという狙いを持ってこの2点、購入しました。では、早速着てみましょう。さあ、カシミヤセーター着てみました。非常にあったかいですね。まず感じとしてはすごく柔らかい。そして、まあ、チクチクとしたようなものはもう全く感じないといったところです。そして、この L サイズのサイズ感。何かこう、非常にこう、もうちょっと大きいと思いましたが、非常に何かこう、ぴったりとした、サイズ感になっておりますね。うん、どうですかね。非常にね、この L サイズ、僕もしかしたら上 L サイズなのかなというふうに思うほど何かこう、ぴったりと来たような、もうちょっとなんか大きいかな。うん、まあ、しかしこの、いいですね。ネイビーの落ち着いた色。そしてまあ、うん、肩もなんかまあ、ちょうどという感じなんですかね、これで。うん。非常によろしいかと思われますね。肌触りもバンバンといったところでしょうかね。うん。じゃあ全身見てみましょう。全身です。どうでしょうかね。非常にこう、うん、落ち着いた色味でいいと思いますね。うん。しかし何かこう、スキニーパンツを履いているんですが、少し何か裾が短いような気もするんですが、ちょっと客観的に見た場合はどうなんですかね、この裾感。ちょっとまあ僕にはわかりませんが、何かあれこんなパンツ短かったかなという気もします。これスキニーパンツ、ユニクロのスキニーで、ウエストは73、股下は68にカットしたものですけども、まあ、それよりも、カシミヤセーターですね。うん。非常にね、このゆったりと、なんかこう、いつものピチった感じもそこまで出ずに、まあ、比較的ゆったりとした感じで、とても L サイズにしてよかったなといった感じの仕上がりになっておりますね。うん、非常によろしいと思います。さあ、少し地味なので、この、ストールを巻いてみました。これは JW アンダーソンのストールなんですが、まあ、この地味なところで、この赤色のチェックの派手な、ストールをすることによって、やはり地味な印象から少しワンポイントをこう稼げるという印象になったのかと思いますけど、どうですかね。うん。いいんじゃないでしょうか。さらにはニットキャップを合わせてダウンジャケットをアウターとして羽織ると。これでまあ冬よの、完璧じゃないでしょうかね。冬に、外に出ても全く問題のない格好に、まあ、なると。まあ、カシミヤセーターはちょっと見えなくなったんですけど、まあ、これでもバンバンじゃないでしょうかね。うん。コーディネートとしては、グッドというところじゃないでしょうか。でもなんかズボンの裾短いな。さて、お次は V ネックの方ですね。さあ、V ネック。中にはこう、シャツを包みました。ね、これはユニクロの、あれですね。ファインクロスでしたっけ？ファインクロスドビシャツの L サイズを購入しました。うん。なかなか上品な色で、まあ、このグレーとはマッチしとるのかなという思いがあります。うん。まあ、非常にね、この XL のセーターということで、非常にブカッとこうした、感じになります。さあ、そしてここレイアウトになってますが、僕はこれに関してはちょっと今何も言いません。何か僕には違和感もありますが、ちょっとまあ、待ってください。とりあえず、この、とても上品に仕上がったと言われる感じで、まあ一応ドレスという感じになって、これはもうグッドとしか言いようがありませんね。じゃあちょっと全身で見てみましょう。です。
どうですかね。まずその気になるのはまずレイヤードですね。さあこれ一応レイヤード、これが正しいかどうかは少しこのレイヤード初心者と言われる僕にはまず判別はつきません。ただそのとりあえずこのカシミヤセーターにピックアップをすれば非常によろしいです。まず肌触り、着心地、あったかさ、何か全てがこうとりあえずシャツとはマッチングしています。すごく可動、肩の可動も全然問題なく、こうピッチリ感もないですね。いつもの僕はピッチリピッチリで、何かこう肩の可動が大変だったんですが、今は全然問題はないです。問題はレイヤードですね。何かこう僕はこう短足お手もやんに見えるような感じがしてなりません。さてもういっそのこと、シャツを中に入れてみました。どうですかね。何かこっちの方がもう思い切ったスッキリしたような感じで、何かこうあえてレイヤードするよりもこっちの方が非常に何かこうカジュアルチックで良いとは思いますね。はい。うん、どうですかね、皆さん。うん。まあね、その、カシミヤセーターは非常によろしいということで、僕はいいと思います。うん。なかなか、さあ、シャツの色を変えてみました。まあ、ネイビーにしたことでね、より何かこう、グレーとネイビーのこの色の相性というものを強調できたのかと思います。まあ、ちょっとなんかこう腹のところが膨れとるような、なんかこうシャツの膨れとベルトによってなんかちょっと腹の方が膨れとるようには見えるんですが、まあその、このレイヤードに関してはどうなんですかね。これ一応ファインクロスの、スリムフィットシャツということで、その、ドレス寄りのシャツであるからこそ、こうなんか下に出すのは違うのかなと。もしこれがカジュアルシャツの場合は、下に出せば何かもっとかっこよく成立するのかなという、僕のこう、まあ、独自の思いなんですけど、これはまあちょっとわかりません。どうなのか。ということで、ちょっと全身、ちょっとね、このドレス寄りに偏りすぎたということで、靴の方、スタンスミスの方に変えてみたんですが、まあこれで一応ドレスカジュアルのバランスは少し取れたんじゃないかという思いがします。うん、非常にね、このグレーと、このネイビーの相性というものは、やはりこれ最強の相性と僕もやはり言えると思います。どうでしょうか、このカシミヤセーターのこの風合いは。うん。これね、すごくやっぱりいいんですよね。僕もこのサイズ S からサイズ L などにこの上半身を方向転換したから、この肩の可動域が非常にこう広がったように思います。非常に素晴らしいと思いますね。うん。さあ、ニット帽と、ダウンベストを羽織ることで、よりもう少しカジュアル寄りになったと思いますが、非常にバランスがもう少し取れたんじゃないでしょうか。まあ冬ということでね、こう1枚羽織ることでもっと暖かくなる。しかもこれ、レイヤード。レイヤードが効くサイズ感。これがやはり XL の魅力なんでしょうね。非常に素晴らしい出来になったと思います。これはグッドですね。カシミヤセーター、これいかがだったでしょうかね。非常にね、着心地が良くて、肌触りが良くて、そして、ウール、カシミヤ 100% ということで、そのあったかい、それが満たされているということでしたが、まあ今これ、メリノウールの方を着ていますね。まあちょっとやっぱりこう見劣りするんですかね。しかもサイズも M サイズとジャストサイズということで、ちょっとやっぱオシャレ感も薄いと。それならやっぱり、今この、買ったばかりのカシミヤセーター、これをこの冬これからガシガシと着て、ガシガシ使いたいという思いに今溢れておりますね。さあ、どうでしょうかね。これがカシミヤですね。非常によろしいんじゃないでしょうかね。カシミヤのセーター、ネイビーグレー、非常によろしかったと思います。カシミヤが素晴らしいと思われた方は、いいねの方をお願いいたします。それではまた。